突然ですが問題です。この紙は何でできているでしょうか。正解はゾウさんのうんちです。牛や羊のうんちでは紙はできません。今表示しているようなスライドや実験動画を見てから授業を進めます。勉強のスタートラインは興味を持つこと、図や動画を多用し、また直接書き込むことも可能なこの電子黒板で授業を進めます。興味を持ってもらった後は対話型の授業、たくさん発問し生徒さんにもいっぱい考えてもらう時間を取ります。そして宿題によるアウトプット、徹底した間違い直しをすることで力をつけてもらっています。興味、対話、分かる、宿題、できるのサイクルを回していきます。個人塾を開業してから今年で24年目、中学の5教科すべて指導可能です。これまで指導した中にはこんなに成績アップした生徒さんもいます。ここ2年間はオンラインで不登校の生徒さんにも指導をしています。まずは体験授業でお試しください。